こちらは、ネクスコ東日本です。午後7時10分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、関越道路、東京方面へ、走行中の方にお知らせします。この先、前田県庁までの区間で雨が降っています。続いて、大観を、三郷方面へ、行かれる方にお知らせします。先日と接付するの、ワトルウェーターを中心に1キロほど走行車線が交通集中のため渋滞しています。引き続き関越道を自由形方面へ走行中のことにお知らせします。この先朝日運転までの区間で雨が降っています。三輪バスを関越道渋川伊香方にお伝えしました。あなたの実際の目指すかね。